野外の棚田の中で音の出る作品を作ることで、そのやさとっていう鳥の声だったりとか虫の声がすごい響く、景色の中に人工の音を作り出して、なんとなく対比を作り出して、まあ、日常であまり気づいていない音っていうのをお客さんだったりとか自分たちで気づけるような狙いがあります。演奏することと踊ることっていうものが同質になるのは一体どういう空間なんだろうっていうことで、今回こういうものを作らさせていただきました。普段人間の中で、まあ、一番身近な音っていうのは会話が一番身近なものだと思いまして、でそれは人間と人間で行っているから、その会話という音は無意識に処理されて行くなーっていうふうに自分で考えて、その会話っていう音をちょっと意識するためにはどうすればいいかって考えたんですけども、まあ、その時にそれは一種のキャラクターみたいなものになれば、まあ、そういうのを少し意識してもらえるのではないかなというふうに思いまして、やさと×東京の街というタイトルで作品を作りました。板に穴を開けて竹をスピーカー代わりに組み合わせたものなんですけど、このスピーカーからは東京で撮った街の音を再生しています。でこれは私が初めてやさとに来た時の印象とか、逆にやさとから東京に帰った時の印象を形にしたという感じです。2つ選んでどっちの色がいい？まあ、将来この自分家の周り田んぼを作る人も少なくなってきてますし、自分も田んぼを作っていない状態ですので、ゆくゆくはこういう学生さんとか他の地区の若い人、都会の若い人たちとともに、野菜を作ったり、田を作ったりできるような活動をしながら、こういうイベントも継続していきたいなと、そういう考えは持ってます。撮ります。